霊帝霊帝は中国語漢の第十二代皇帝。小帝のヤシャ語にあたる、カカ王、劉海の彦、海うなて帝皇、劉祝の孫、海うなて帝皇、劉朝の子。生命は劉弘氏といい、即位する前は地方に暮らす貴族であったが、実際は貴族とは名ばかりの貧困にあえぐ生活を送っていたという。 属父にあたる選定の官邸には、男子がなく、同じ加官王家出身であったことから、県連元連に、官邸の皇后の闘名、大将軍党武氏、大一陳茂らにより擁立された。五官庁では、官邸の時代から官岸が強い権力を持っていたが、霊帝即位の翌年には、東部と陳茂らによる官岸排斥が計画される。しかし、これは事前に露見して、 官官らの逆襲を受け、漢邸時代の外籍や、それに味方した、陳・茂、ュゲなどの次第部は排除され、創設や高蘭、ラ王はじめといった宦官,官が権力を掌握した。その後も清流派を自称する詩人たちは、宦官,官とそれに連なる人々を濁流と、予備抵抗したが、東湖の金により弾圧された。騎兵元年、コーが罪を得て、自害に追い込まれた後も、王はじめは、 没火用の竜を自殺に追い込むなど牽制を振るったが、孔は2年にはひたまに弾劾されて、死罪となった。残った宦官の大物である創設は反撃に転じ、洋玉や鎮玉などを残限により葬り、孔は4年まで展示を全うした。この間、京や戦費といった異民族の信仰が活発となり、天候の不順が重なり地方での反乱もたびたび勃発した。 長官や団、候補ただしといった将軍たちはそれらの鎮圧に奔走したが、そうした中でも、霊帝本人は、宮殿内で商人の真似をしたり、酒と女に溺れて調整に関心を示さず、政治の実験はやがて、長譲りや長ただしら十上寺と呼ばれる官官らに、宣伝されることとなった。学問をおもんじ、旧平成四年、儒学の教典を正す目的で、 軍神たちの勧めにより、北平設計を作成した。177年、書画に優れたものを集め、大鳥と文学といった学問を起こした。北平設計の作成に尽力した採用は、大鳥と文学には批判的でこれに還元したが、霊帝は聞き入れなかった。社会が不安定な講和7年、体験漁師、聴覚を主流とする黄金の乱が発生する。反乱により、 五冠王朝は危機に見舞われたが、何進むや候補高し、主春、露食、東卓ら地方豪族の協力と、長閣の休止により鎮圧に成功した。しかし、反乱により、五冠正規軍の無力化が露呈し、地方豪族の台頭を許すこととなった。長縁や長順、関水といった人物が各地で反乱を起こし、高村山や孫賢といった国優たちがそれらの、 鎮圧に功績を挙げた。これ以後も、売官を行うなど、同州と呼ばれる、賄賂がまかり通る惑星を行ったため、売官により、官職を得た者による、可憐中級により民力は疲弊し、同時に治安の悪化を弱気したため五官の国政はますます衰退していく。売官によって、官職を得た人物として、歳列や伴侶、総数がいる。これ以前、霊帝は、 皇后の宗主を廃し、何氏を皇后に立て、その兄の南進を大将軍としたが、何進むは官岸に不満を持つ炎章に指示され、十条寺との対立を深めていく。南皇后も、霊帝の実母である、東大后と対立した。中平五年、霊帝は、西園八皇位という制度を新設し、信任する官岸の足内広氏により、何進むや炎章、曹操を統率させた。 また、龍縁の勧めにより、修復制を復活させたという。中平6年、国内がさらに乱れる中で崩御した。後継者を明確に定めていなかったため、崩御後に、実施の龍弁と龍教との間で、後位継承争いが起こることとなった。霊帝の時代は宦官,官を徴用し、民衆に重い不益を課して民心は、完全に離反した。黄金の乱の結果、 皇帝権力が衰退して、地方豪族の力が強大化し、三国時代への前段階の時代となっている。寒官,官と外籍の権力闘争で疲弊した五官庁は、霊帝の知性において寒官,官の優位が決定的となったとされ、後世においても官帝と並んで安愚な皇帝の代名詞とされた。ただし、晩年の霊帝に取り立てられた二君のように、 関心たちに惑わされているだけだと評価した者もいる。また、石井一氏など一部の研究者には、口述のように、霊帝時代を再評価しようとする動きもある。中平4年10月に霊帝は、皇帝直属の常備軍の創設を構想したと言われている。当時王宮警護のこの絵は存在したものの、大規模な常備軍は存在しなかった。必要に王子地方から兵を徴収して、 軍を編成していたのである。しかも地方から徴収される兵の大半は、農民から徴兵した兵士であったため質も低かったと推測される。そのため、戦闘を専門とした質の高いこの絵軍を編成し、常駐させるのは歴代皇帝の悲願でもあった。霊帝自ら無上将軍と名乗り、その下に西園八公位と呼ばれる八人の指揮官を置いたのは、そのためと思われる。 西園の八行為に関する具体的な軍編成規模は解明されていないが、1万人規模相当であったのではないかと考察されている。このこの絵軍の編成に必要な経費負担が五官の国庫を逼迫させたが、後に曹操がこの八軍編成を引き継ぎ、義の国軍編成の根幹としており、相当の完成度であったと考えられる。 以降の歴代中国王朝でこの制度は継承され中国の国軍編成制度として受け継がれていった。霊帝が売館を行ったのは、この絵軍編成のための費用に充足させるためではなかったかとも言われている。実際には創設途上で霊帝が死去したため互換での完成を見ることなく、曹操の手で実現されることとなる。また、霊帝の悪性の象徴とされてきた売館。 ウりシャク政策についても、単純な私的有楽のための蓄財ではなく、常備軍構想の財源や、光武帝時代に縮小された、提出財政を回復による、皇帝権威の回復政策であったとされている。ただし、その方策も目指した路線も五感王朝体制と対立するものであり、後世まで悪性として残ることになったと考えられている。柿沼洋平、五冠時代における、 金銭市場主義の台頭、中国古代貨幣経済の持続と展開 P88 から92、ありがとうございます。